島市の河原町、また締め縄切りの不夜町のあたりも多いですね。出場通りをというふうにね、この順番を決めてるんですね、動き方を。そうですよね、はい、毎年違うんですよね。ちょっとずつ順番変わりますのでね、はい、もう準備から始まってますね、はい、そうですね。友達に言ったら、うん、これからまた来年向けて準備やって、もう9月の10月からもうすぐ準備今、なぎなわ鉾の前に祇園への上りが語られまして、その前で公益財団法人山鉾連合会理事長木村邦郎さんによります清流神水お清めの儀が始まりました。八坂神社本殿の下の参加しています。四条烏丸の交差点、なぎなた鉾がまさに今動き出す時を迎えています。温度取りのエイヤラヤーの掛け声とともに今なぎなた鉾が動き出しました。重さおよそ11トンありますなぎなた鉾がギシギシと大きな音を立てて今ゆっくりと動き出しました。四条通りを東へ八坂神社の方へと向かっていき、もち子さんはこの後四条不夜町で締め縄切りに臨みます。2024年祇園祭り前祭りの山鉾巡行が今始まりました。この番組は暮らしの保障を相談するなら JA 共済、総合教育障害学習機関 ECC、 京都フィナンシャルグループの京都銀行、日根の提供でお送りします。 JA 共済に入って日本中に仲間ができた。会ったことはない、顔も知らない、でもいざという時支えになる仲間だ。日々の暮らしの中で保障を通じた助け合いの絆が僕の挑戦を後押ししてくれる。この絆が前へ進む力になる。支え合って備える保障。こんにちは。 JA 共済。何の準備もすることなくすごいことを成し遂げる人っていないと思うので、未来って勝手にやってくるものじゃなくて自分自身で作るものだと思います。そのために今何を準備しようか、年齢とか言葉とかそういうのって壁にならないと思います。Hello World, I'm Shohei Ohtani。 未来へ羽ばたけ ECC。 長付き合い京都銀行。話せれば絶対チクるうちの猫。そんなあなたと長いお付き合い京都銀行。 Oh happy day, oh happy day。 家庭を明るくすること、家計を暗くしないこと。私たちはイノベーションでエネルギー効率を高めています。暮らしにエンバー日光。 BS11 をご覧の皆さん、おはようございます。案内役を務めます KBS 京都アナウンサー海平なごみです。それではご一緒していただく解説とゲストの方をご紹介しましょう。解説は仏教大学歴史学部教授の八木徹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてゲストは俳優の東千鶴さんをお迎えしています。おはようございます。よろしくお願いいたします。千鶴さん、はい、動き出しましたね。いや感動、11トンあるだとか、動き始めた
ギシギシ言うんですね。あれすごい音ですね。ホコ車のね動く音、はい、迫力ありますよね、はい。これから目の前を通ってきますのでね、じっくりとご覧いただきたいと思います。それでは改めて滝祭りの山鉾巡行のルートと巡行順をご紹介します。四条烏丸から薙刀鉾を先頭に23基の山や鉾が四条通りを東へと進んでいきます。鯨改めや締め縄切りなどがありまして、四条河原町から河原町通りを北上し、河原町お池、その後西へ進み、新町お池から各町内へと帰っていきます。富士トラズと呼ばれるあらかじめ巡行順が決まっている山と鉾を除いては、さて先ほど出発しました先頭行く薙刀鉾、今ゆっくりと四条通りを東へと進んでいます。薙先生、改めて祇園祭り、はい、どういうお祭りかお話しいただけますでしょうか。はい、もう今から1150年以上昔で、平安時代、上元11年869年といいますけども、疫病が毎年のように平安京で流行って、その疫病をなんとか鎮めようということで、新千円で当時の日本の国の数である66の国、その66本の鉾を建てて、疫神を新千円の泉に置く。お祭りがありますが、先生、これもそれぞれに意味と役割があるわけですよね。そうですね、八坂神社の神様が今日夕方からおみこしに乗って神社へやってきますね。でその前に今今日山本巡行が行われて、町内を清めて疫神を集めるという役割を果たしているんですが、でまた1週間を神様はお神社にとどまって、24日にまた本社へ戻りますから、その時もまた山鉾が動いて町を清めて、でおみこしが神社に戻って、その時やっと一番のメインの行事が終わるというね、そういう先祭りと後祭りはおみこしの往路と復路だっていう風に考えていただいたらいいかなと思います。さあ今9時改めに巡行先祭りと後祭りやりまして、今日は23基、来週は11基、全部でね34基の山や鉾があるんですけれども、はいはい、千鶴さん、このね山と鉾の違いってどういうものか。いや、それでございます、はい、私ずっとですね、山鉾だと思ってたんですよ、はい、なんです、そうなんです、はいはい、山鉾巡行とおっしゃる、山鉾というものがあると、あるとみんな山鉾だと思っていたら、京都の友達があれば山やで鉾やでって、え何って言ったら、ああ大きさかって、えそうじゃないんじゃないっていうところで謎のままで、お話があります。ここにはお囃子、でも山には基本的にお囃子はないんです、はい、ただし山も引き山と柿山っていう2種類があって、引き山っていうのはパッと見た目鉾と同じようにお囃子が乗ってて大きいんですよ、はいはいはい、でもこれ後でご覧いただいたら分かるんですけど、屋根の上に松が生えてるんです。今画面にもね絵が映っています、あ、こんなに今申し上げたのは引き山っていうのは2段目ですけどね、はい、これ神技というね、さっき25メートルって言いましたけど、うん、1本の柱がね、地上から25メートルの先端まで1本つながって、はい、ここで言いますとね、はい、この鉾頭、薙刀が輝いています。それが鉾の本体なんですね、はい、でここに鬼神を集めてくるっていう道の機能があるって言われていますね。ここに集める、あ、じゃあ上から、はい、上から来るんです。昔の悪い神様ってのはこう空から浮遊してくるっていう風に考えられていたようで、だから高ければ高いほど目立ちますから、はー、これでこんな展覧豪華な疫神をね、やっぱ眺める、はい、怒り狂ってる、恨みを持った怨霊ですから、はい、だからそれをこう眺めるためには、やっぱりサービスしないと、サービスして、ちょっとでも怒りを鎮めるために、いろんなもてなしをするんで、だからね、化粧品もこのように豪華で、薙刀鉾の今年こちらね、見送り、はい、2005年に168年ぶりに復元された龍が天に昇っていく様子、こちらもご覧いただけます。さて先頭を行く薙刀鉾がもうすぐ放送席の目の前にを通過していきます。そして締め縄切りへと向かっていきます。高橋
町犬竹高山会の人たちが7月15日の早朝、四条不夜町の角に立て塩をまいて清めました。そこに貼られたしめ縄をこれから薙刀鉾の稚児西川正樹君が一太刀立ちます。四条不夜町に貼られたしめ縄、神域への結界を解き放ち山鉾を進ませるという意味があります。この稚児の視線の遥か向こう東には八坂神社が見えているはずです。この大役があるために稚児が乗っている唯一の鉾がこの薙刀鉾です。昭和4年1929年からは薙刀鉾以外は全て人形となりました。稚児を務める西川雅樹君が今真剣を取り出しました。刀は明治40年1907年東証村上康信が作ったものです。稚児明かりの井尻博之さんが稚児の雅樹君を支えます。呼吸を合わせてみんなに見えるように堂々と大きく見せたいと話しています。刀を左から右、そして右から左へと返していきます。傍らには父の正義さんも見つめています。平和への祈り、そして疫病退散の気持ちを込めて刀に気持ちを集中します。まもなく締め切りです。山を呼ぶところを一番見てほしいと、そんな風に話していました。これから扇を使って布箱に紐を巻きつけます。長い紐をしっかりと布箱に巻きつけました。そしてこの後山を呼び寄せますが、この時に弾むように三歩山に近づいてから呼ぶのがこの宝生山の静止役の特徴だそうです。山の葵くん、しっかりと三歩近づいて大きく扇を振りかざして山を呼び寄せています。そして今山が動き出しました。四条河原町薙刀鉾3回目の辻回しを終えました。見事